この世の終わりです。昨晩より全国各地で発生している巨大な黒い柱による出現被害につきまして、国土交通省は非常体制の災害対策本部及び警戒本部を設置しました。各地方整備局管内の情報に基づく交通、河川の被災状況及び対策状況は次の通りです。柱の成分は専門家の分析でも解析不明の未知の鉱物の結晶のようで、エンティティウォール、霊体物質と名付けられています。地震計などでも全く予測のつかない場所に突如生えてくるため、多数の死傷者を出し世間を混乱に陥れています。工事用カッターの刃も通らず撤去もできない状況です。防衛庁は自衛隊の調査結果などから先日まで上空に浮かんでいた黒い球体との関連を調査しています。新しい避難場所の情報です。避難指示の出た地域にお住まいの方は以下の情報をチェックしてください。携帯サイト、ウェブサイトでも情報を発信しております。なお、ご覧の白い地域にある体育館や学校はすでに満員です。お近くの空きのある施設へ向かってください。前兆も速報もなくいきなり生えてくるんだ。避難も対策もねえんだよ。運が悪気が死ぬだけだ。なんで警察はいつまでも公式発表しないんだよ。変死を不祥事と取られるのが嫌なのか、それとも何か隠してるのか。委員長、篠崎さん、あゆみちゃん、篠崎さん、生き返らせてくれてありがとう。みんなだけど、もっといっぱい死んじゃったね。持田も中島も岸沼もたくさん死んじゃったね。あれ、私たちも生き返ってないの？
あゆみちゃん。何がしたかったの？生き返るって信じてたのに、最初からダメだった。そうよ、私は全部意味のないことをしてたんだ。私どうすればいいの？生き返るって思ったから吉江の家まで行って大怪我をして、お姉ちゃんまで失って帰ってきたのに。次のニュースです。公益財団法人 PL 振興社の会長が失踪しました。今動いたら。
ちゃん。そいつ死者だ。幸子。涅槃は死んだ人の世界。死後の世界がこっちに来る。私が涅槃の壁を壊したから。今の人も師匠、真っ黒になって。世界は終わりに近づいている。神は不浄なる不心得者を決してお許しにはならぬ。ヤゴウラの最後の生き残りが自爆覚悟でこんなこと考えてるなんてね。幸せの石で帰ってこれたわ。金付き堂の階段から吹き抜けを落ちている間にね。まあ天神章が壊れたから
この石は使えないけど。涅槃よ、死人を迎えよ。ほらね。世界はもう数刻のうちに混沌に包まれて死の世界に。あっけないでしょ、まさにこの世の終わりってやつ。ちなみにあれ、私の教団アレンジでしょ。我ながら引く。ああ、そういえばあなたの親もイカれて入信してたわよ。あなた、このままでいいわけ？感じてるならちょっと顔貸しなさい。あんたの血に話がある。篠崎あゆみ、真実を一つ教える。7番目の柱、知識のセフィラの軌道を止められなかった時点でもう世界の終わりは動かない。だけど Book of Shadows はまだ失われていない。あの本を手にした篠崎の血を引くあなたなら、ミストとまだ戦えるかもしれないわ。ふざけやがって。クソったれの本はここにあるわ。
く、もっと早く気づけばよかったわ。篠崎よしえの家の地下で力を使ってからそこに潜り込んで眠ってやがったのよ、そいつは。ただし、あくまで入れ物で、中身は空っぽだけどね。生意気にうなってやんぬ。まさか、本当に？ほんと、すっかり騙されたわ。私は本来、教団からあなたがあの空間で、ブック・オブ・シャドウズを手に入れるためのサポート役。それと、その他雑用のために派遣されていたのよ。そうなの？って言っても、手に入れた瞬間、奪い取るつもりだったけどね。まあそれも今となってはどうでもいいわ。世界が壊れるのなら教団の継承権もクソもないし。ただね、ムカつくのよ。ミスターよ、ミスター、あれで勝ったつもりでいるなんて笑っちゃうわよね。そんなあいつを思いっきりなぶり殺してやりたいでしょ。あなたも甘ったれずにできることに目を向けなさい。可能性を放棄するのは死んだ後でいい。私にまだ何かできることがあるの？何としてもブック・オブ・シャドウズを体の外に出して支配なさい。本があなたの覚悟を認めれば自然と出てくるわ。そして本の力があればミストのいる涅槃にもう一度乗り込む道も示されるでしょうよ。どの道あなたも世界と共に滅びて死ぬわ。だったら見せてみなさい。その前にあなたの覚悟を。黒魔術から生まれたその本は残酷と血を好むわ。Thank you.
海も空も動いてないよ。会長、私たちは どうすればよいのですか。お姉ちゃん、私に力を貸して。何としてもブック・オブ・シャドウズを体の外に出して支配なさい。黒魔術から生まれたその本は残酷と血を好むわ。臆病で、矮小で、弱くて、こんな自分、こんな自分さえいなければ、ここで決別するのよ。
これで横に咲くとか、歯を取り出すとか、無理。お前には無理だ。あれ、きっと涅槃の入り口、あの方向、如月学園だわ。帰ってきてたの？もうお父さん、世界はもう終わりました。世界はもう終わりました。お父さん、お母さん、世界はもう終わりました。世界はもう終わりました。
父さん、お母さん。
気をつけて。あなたが力を使えるのはその本のおかげ。絶対話しちゃダメ。わかったわ。ブックオブシャドウズを従えたようね。見直したわ、篠崎あゆみ。それにしても如月学園の真上に涅槃へのエスカレーターがあるなんてね。ついでにもう一つ教えてやるとね、涅槃がこの世界に侵食してつながってしまったのは別にあなただけのせいじゃない。涅槃天神症がこの世に発生してしまった時点で、いいえ、もっと以前にブックオブシャドウズが生み出されてしまった時に、いつかこの時が来ることは決まっていた。その本の元の所有者も篠崎義江も、みんなそれを食い止めようと、あるいは遅らせようと必死だったの。それが次世代へつなぐだけの運命であってもね。そうやって代々受け継いできたのよ。そうだったの。だから言ってみれば、あなたが言おうといまいと、いずれこうなったわ。ただあなたの行為は、あの狂信者集団ヤゴウラ教会の生き残りミストに涅槃のパワーを与えてしまった。その責任は取らなきゃいけないわ。責任。あなたには本物のブックオブシャドウズがある。天神症で分散していた涅槃の力はミストの持つ偽物に取り込まれてしまった。でもそれを取り戻してその本に封印すれば、あんなもの簡単に吹っ飛ばせるわ。そして涅槃のコアをも迎え入れられたなら、その本は完璧なものとなる。さあ反撃よ、食らわしてやりなさい。世界が終わる前に一発ぐらい本物の実力ってやつをね。私は見ているわ。あゆみ。お？怖い？死ぬの怖い？怖いかな。どうしたの？涅槃のコアにいる人、気をつけて。涅槃のコアにいる人？それはミストじゃなくて。うん、別にいる。
何これ、完全に壊れてる。あっ、いったー、何よもう。あゆみ大丈夫？うん、平気だよ。これくらい。天神小学校がこんな姿に、みんなは。あゆみ、なに、幸子。幸子、頑張ってみる。天神小学校の運命だったら、ちょっとなら戻せるかもしれない。それは？どこかで見たことあるような、思い出せない。これ幸子の宝物。ファクトループ。同じ日を繰り返せ。この人は、ヨシエさん？アナグラムの解析を進めると、この本に書かれている術は全て実体の伴わない理論でしかなかった。成功例に関する文献も全く存在しない。私はなんと愚かなことをしてしまったのだろう。最初から成功しないものに心血を注いでいたなんて。
本の中身である涅槃が飛び出し異空間を作ってしまうだけの失敗作の術。しかもそこに囚われた死者は生きていた証、存在の痕跡すらも消されてしまう。だが、飛び出した涅槃を抑え込むことができたため。失われ、黒く消えたあの人の存在だけは取り戻せたのだ。苦しさ、私、幸子に触れてる？Thank you.
篠崎の末裔の私を。やめる。いいよ。最後は。